ポール・ギュスター・ブドレは、フランスのイラストレーター、画家。アルザス地方、ストラスブールのニュー・エブルー通りに生まれ、パリのセドミニク通りで没し、ペール・ラシェーズ墓地に埋葬された。15歳の時から画家として活躍した。その後パリに移り、挿絵画家として、ダンテやバルザック、フランソワ・ラブレー、ミルトン、セルバンテスの挿絵を手掛けた。1853年には、 ジョージ・ゴードン・バイロンの挿絵も描いている。また、イギリス版の聖書や、エドガー・アーラン・ポーの大ガラスも手がけ、生前から国際的にその名を知られていた。カシュ・ジュリアン・ドレのヒヒ王子にあたる。トゥシャトゥのトロンビノスコープに乗ったギュスターブ・ドレの似顔絵1843年に、理工科学校の卒業生であったギュスターブの父ジャン・フィリップ・ドレは、案件の土木局の技師長に任用され、 ドレイエはブールガンブレスに今日定めた。早熟な子供であったギュスターブは中学校の優秀な生徒であったが、彼の周りのブレス地方の人々に着想を得た風刺画やスガキでも注目を集めた。12歳の時、地域の印刷屋がヘラクレスの12の工業を描いたドレの最初のリトグラフ集を出版した。このリトグラフ集が目に留まり、パリの出版社。 シャルル・フィリポンがどれにパリ住まいを進めた ?1847 年からシャルル・マーニュ高校で授業を受けるとともに、フィリポンのジャーナル・ポア・リレのために風刺画を描くようになった。すぐに著名人たちと知り合い、1848年には、寒天に2枚のペン画を出展したが、1849年に父が成去した後も、母と同居を続けた。1851年より、 油絵を展示する傍らで、宗教的な主題の彫刻も制作し、ジャーナルポア・トゥースを含む数多くの新聞雑誌に寄稿した。1854年には、出版社、ジョセフ・ブリーがどれの挿絵によるフランソワ・ラブレー全集を出版した。1861から1868年には、ダンテの新曲の挿絵を描いた。名声はますます高まり、 エネルギッシュな独学の人であった、どれは1852から1853年の間に、フランスで刊行された120冊以上の書籍のみならず、イギリス、ドイツ、ロシアの書籍にも、挿絵を描いた。クリミア戦争の際には、長者兼イラストレーターとして、フランスとイギリスが先端を開いたロシアを攻撃、風刺した、新生ロシア帝国の歴史を表した。この本は、 バンドでシネの原型となる画集で、テクストとイラストレーションの間のズレを巧みに利用し、見事な視覚的起点を展開した。法廷から退場するキリスト、ストラスブール現代美術館像ロンドンの貧民街、セブンダイアルズ。1872年。大英図書館どれは、社交界でも活躍し、大きな絵画を制作し、絵画活動を拡大させた。地獄第9軒のダンテとウェルキリウス。 謎、幅6メートル、高さ9メートルの法廷から退場するキリストなどがある。キリストの絵は1998年から2003年にかけてストラスブール現代美術館で修復され、ドレのための特別室に展示されている。同時期に、ありとあらゆるジャンルの素描やイラストレーションを量産し、ドレの名声は全ヨーロッパ規模に拡大した。 1865年に出版された彼の挿絵入り聖書は大好評で1869年にロンドンに開いたドレガローは大成功を収めた。同年から4年にわたって記者と共にロンドン市内のスラム街や偏屈などにも出向いて180点の版画を描いたロンドンエーピルグリメージを出版した。スータのイラストレーターたちに強い影響を与えることに なる1万以上もの作品を残し、1883年に51歳で、心筋梗塞で亡くなった。1931年に、アンディ・ルブランが、イラストレーション9850枚、音楽作品68曲、ポスター5枚、オリジナルのリトグラフ51枚、単純が54枚、素描526枚、水彩が283枚、油絵133枚、 彫刻45体の計11,015作品から、なるどれの海外付き類別目録を出版した。ブールガンブレスにある、ブルー美術館は、どれの油絵、素描、彫刻など136作品を所蔵している。ラシエスタ・スペインの思い出は、国立西洋美術館に常設展示されている。シャルル・ペローのグーワ州、マメール・ロアより、1867年出版。 ありがとうございます。